こんばんは、速稼塾の久保です。今ですね、日本は22時ぐらいですね。もう深夜でちょっと暗くなってきてるんですけども、これ見てください。我が家にもこうやってベビーベッドが入りましたね。そろそろ出産でございます。で、家族っていうのはね、どんな方にとってもすごく大事なものだと思いますし、かけがえのないものだと思うんですよ。で、今回はですね、ミスターマイアミさんと、それから時を同じくして西粟倉村の山根さんからねメッセージが届いておりました。このお二人に対してのアンサー動画になります。家族ってものは私たちの原点であり、そして最終的に戻るところなんですよね。で、できればずっと時間を共にして、ずっとですね、お互いを思いやる時間、こういうのを持っていたいわけなんですよね。ただやっぱりね、その家族ってものを邪魔する存在、もしくは同時に支えてくれる存在として、仕事とか会社ってものがあると思うんですよ。仕事や会社っていうのは、ある時は私たちの支えになり、ある時は最大のね敵になって、私たちにね牙を剥いてくるわけなんですよ。今回ミスターマイアミさん、転勤がねまた決まって日本に帰ってこいということでした。もうそこではね、個人的な都合とか家族の事情とかっていうのは全く考慮されずに、本当にね、兵士の駒として扱われてしまいますよね。この辺は旧日本軍とあまり変わらないのかなと思っちゃいます。まあ、確かにね、本当に会社にいるってことはいろんなメリットがあります。つい先日もですね、このコミュニティ、ゲートコミュニティですね、マイアミさんに特集していただいて、わあ、羨ましいなと思ったところなんですけども、同時にですね、こういうふうな足場が揺らつくことを常に抱えてるんですよね。どういう足場の揺らつきがあるかというと、いつどんな指示が来るかわからないってことですよね。本当に晴天の霹靂だということもできますけども、同時にですね、会社にいるってことは理不尽に身を委ねてるってことでもあるんですよ。まあ、山根さんもね、よく感じてらっしゃることだと思いますけども、結局自分一人でできることっていうのは本当限られてるんですよ。で、そのために集団っていうか組織っていうのに関わるんですけども、そこでは今度ね、組織の圧力ってものがあったり、役割に応じた指示っていうのが課せられる場合がありますよね。今回はですね、ミスター山根さん、本当にね、驚きとともに、まあ、新しい希望も見えると思うんですよ。ぜひね、この決定っていうのを自分の人生に有利に生かしていただきたいかなと思います。まあ、ミスターマイアミさんのメッセージの中にもね、いろいろありましたけども、ね、ネットビジネスを使ってとか、日本で、今日構えてとか、私がね、本当にこう、ここで言いたいのは、ミスターマイアミさん、日本には速稼塾が待ってます。ぜひね、速稼塾に、身を委ねていただきたいと思いますね、今まで以上に。そういう意味では、ミスターマイアミさん、もしかしたらね、7月に速稼塾と関わらなかったら、本当に孤独で打ちのめされて、これからどうすればいいんだって気持ちでね、今まで以上に会社の言いなりとか社会の言いなりになるしかなかったかもしれませんけども、今もしかしてね、結果はまだ分かりませんよ。うまくいくかどうか分かりませんけども、もしかしたら速稼塾というもの、速稼塾の仲間というものが一つの光になってるんじゃないかなと思います。そうなんですよ、ミスターマイアミさんがメッセージを出してですね、時をそんなにね経ずして、西粟倉村の山根さんから先ほどのようなね動画メッセージが届くって、これ奇跡とか感動じゃないですか。こういうことがやっぱりね、今の時代私たちにあるわけですよ。同じ40代50代を共にするものとしてですね、この時代の最先端で生きてるものとして、最前線で生きてるものとして、戦友といいますかね、大きな組織とか大きな理不尽に立ち向かっていく仲間がいるのは間違いないと思います。日本に帰ってきて、もしね高知にお住まいになるようでしたら、私もね、参りますし、多分山根さんも一緒に行ってくれると思います。これ山根さんに、ね、確認取ったわけじゃないんですけど、私が勝手に思うんですけども、それから高知、四国の方にも速稼塾の塾生さんはいらっしゃいます。呼びかければ集まるかもしれませんし、この動画をね見てくださる方、ミスターマイアミさんの動画を見てくださる方がもしね、高知にいらっしゃるようでしたら、そこで新たにスタートすることもできます。そしてね、これはね、あまり言うことではなかったんですけども、高知土佐にはですね、私がネットビジネスを始めた時から一緒にやっている、菊田さんって方がいらっしゃるんですよね。この方もね、すごい方なんですよ。どんなにすごい方かっていうと、まあ、YouTube を見ていただければ分かります。YouTube で、キクリン、菊田さんっていう方がいますんでね、ちょっとリンクをつけておきますね、この動画の概要説明欄に。キクリンも見てください。もう私よりも早くね、1億円稼いだ人ですよ。すごい人ですよ、若いのに。で、いろんな店をやったりとかね、本当にこの人も高知の田舎でですね、真っ暗な中、自分のビジネスを成功させている方です。きっと力強い味方になってくれると思います。まあ、菊田さんもね、速稼塾の久保といえばもう通貨ですから、まあ、普段ね、関わりがそんなにあるわけではないんですけども、きっと私の味方、そして私の速稼塾の塾生さんの味方になってくれると思います。まあ、そんな形でね、多分、希望の方が大きいんじゃないかなと。
会社にいらっしゃることもね、もちろん否定はしませんけども、そういう人生もありますし、会社の中で得られるメリットも大きいと思います。でもやっぱりここでね、もしかしたらミスター真由美さんの決断の中に速稼塾というものをネットビジネスというものをよりどころにして一丁やってみるかって気持ちがどこかに向かうときにね、どこかに向かうときに速稼塾やネットビジネスが支えになっているとしたら、私は嬉しいなと思います。ぜひこれからもですね、動画放送も続けていただきたいですし、ちょっとねこういうギャグを書いてみようかな。高知土佐といえばね、カツオの漁が盛んですよね。でミスターマイアミどうですかこのマイアミ、漁師みたいでしょ、マイ網が舞うみたいなね、こんなミスターマイアミさんの新しいニックネームも決まるんではないかなと思いますね。まあ何にしても日本にいらっしゃるようでしたら私たちがおります。ミスターマイアミさんにメッセージをみんなで送りましょう、みんなで送りましょう、そっか塾のみんな、ミスターマイアミさんに送りましょう。まあどういう風にされるのかね、これからまたミスターマイアミさんの放送を待ちたいと思います。じゃあ山根さんもね、本当にメッセージ送ってくださってありがとうございます。もう本当に自分のことのように山根さんも考えてくださってますよね。感謝歓迎でございます。これからもよろしくお願いします。それでは一旦メッセージの方終了します。